イーター系第三惑星ユーロ。この水と緑に包まれた美しい星に旋律が訪れたのは今から15年前のことである。突如として現れた武装国家はデグナー帝国を名乗り、戦闘兵器パワードギアを持ってユーロを恐怖の渦に陥れた。パワードギアの猛威の前に人々はなすすべもなく、ただ逃げ惑うだけで。侵略を続ける帝国軍の前に都市国家は次々と倒れ、人々は絶望の淵に立たされたかに見えた。イーター系第三惑星ユーロ。ガーズハルト完成しましたね。ああ、やっと完成したな。これさえあれば帝国軍と互角に戦えますね。ああ。なんだ？博士、帝国軍です。バカな。なぜここが分かったんだ。アームズを持ってすぐに逃げるんだ。しかし博士は、ガーズハルトを出す。まだ武将が完了していません。カモン、お前は早く行け。革命軍とやらの侮れ、あんなものを作っている。なんだ、命乞いにでも来たのか。久しぶりだな、ラク貴様。なぜ私の名前を知っている。そうか、父の顔も忘れたか。何よバカな。そんなザレ事に付き合っている暇はない。あのパワードギアは我々がいただいていく。安心して死ね。
シーゲさん、シーゲさん、しっかりしてください。すごい怪我だ。一体研究所で何があったんです？アレフ君、研究所が帝国軍に、我々が作ったパワードギアも。しっかり、しっかりしてください。博士がこれを君に。これは父が昔から大事にしていた何かの装置ですね。これはアームズだ。アームズ。シャトー博士と私は長年の間このアームズを研究してきた。アームズとはパワードギアと人間の精神とを結ぶ一種のデバイス装置なんだ。この装置をパイロットが装着することにより、パワードギアの反応速度が何倍にもなる。しかもこの装置自体がエネルギージェネレーターとなっているために、パワードギア自体もパワーアップすることができる。我々が苦労して完成させたパワードギア、ガーズハルトはアームズのために作られたものだ。それを帝国軍の先行の騎士が。わかりました。もう喋らないでください。早く手当てを。手当てはいい。私はもう助からないだろう。それよりまだ話がある。今まで何人もの人間がそのアームズを装着した。しかし装着した人間は皆死んでしまった。原因はわからない。唯一死ななかった人間がシャトー博士だ。もし君がアームズを装着したとしても生きていられるとは限らない。しかし我々革命軍最後の望みがアームズとガーズハルト、そして君なのだ。頼む、アレフ君、頼む。シーゲさん、シーゲさん、父さん、シーゲさん、仇は必ず、帝国軍は必ず俺が倒します。俺に操縦できるのか。よし、